皆さん、こんにちは。今日は、大河ドラマ、光る君へ、渡辺大地さん演じる、藤原行成です。藤原行成は、平安時代の三席の一人として知られる、能書家であり、また、藤原道長や、一条天皇からの信任を得た名アシスタントでもありました。この動画では、彼の波乱万丈な人生を追い、その挫折と成功の物語、そして、清少納言との関係に迫ります。1. 藤原行成の生涯。藤原行成は幼少期に多くの困難を経験しましたが、それが彼の後の成功の土台となりました。彼は平安時代中期の公卿であり、能書家としても知られる人物です。彼は天禄3年、972年に生まれましたが、幼少期に父である藤原義高と祖父である藤原惟忠を相次いで失い、家族の後ろ盾を失ってしまいました。この状況は、貴族社会においては、致命的とも言えるものでした。父を亡くした行成は、母方の祖父である、源康光の庇護を受けながら成長しました。源康光は、中国史や漢学に造詣の深い人物であり、その影響を受けた行成は、幼少期から学問に励むことができました。彼は天元5年、982年に元服し、その2年後には従五位下に乗されましたが、この時点ではまだ昇進は遅く、不遇の時代が続いていました。彼の転機は、クロードの塔への抜擢でした。クロードの塔とは、平安時代に設置された、クロードどころの長官で、天皇の秘書役を務める重要な役職でした。定員は2名で、塔の弁と塔の中将の2つの肩書きがあり、有力貴族の子弟が就任することが多く、この役職に任命されることは大変名誉なことでした。彼は24歳という若さで、この役職に抜擢され、その後の飛躍的な昇進の道が開けました。彼は長徳元年、995年に、源俊方がクロードの塔を辞任する際、後任に選ばれました。この抜擢は異例のことでしたが、彼の学識と才能が認められた結果でした。彼は俊方の恩に感謝し、生涯にわたり俊方を敬いました。一条天皇の時代に、彼は参議に昇進し、さらに、権大納言に任命されました。藤原道長は、行成の実務能力を高く評価し、彼の助言を重視していました。また、行成の書道は、天皇や貴族たちに愛され、彼の作品は非常に貴重なものとして扱われました。彼は、道長と、一条天皇の信頼を得て、その名アシスタントとして活躍し、平安時代の政治と文化に大きな影響を与えました。このチャンネルでは、ドラマ鑑賞がさらに楽しめるような日本史雑学などを今後も語ってまいります。ぜひ、チャンネル登録お願いいたします。2. 道長と一条天皇の名アシスタント、藤原行成が、どのようにして、藤原道長と関係を築き上げたのかを見ていきましょう。藤原均等、藤原忠信、源俊方と共に、一条天皇の治世を支えた、シナゴンと呼ばれました。結論から言いますと、彼は信頼を勝ち取り、道長の右腕として非常に重要な役割を果たしました。では、なぜ道長は、彼を信頼したのでしょうか。その理由は、彼の実務能力の高さと、道長に対する忠誠心にあります。彼は幼少期に、父や祖父を亡くし、不遇な時期を過ごしましたが、その間も、勉学を怠らず、優れた学識と、実務能力を身につけました。この努力と実力が認められ、道長に仕えることになったのです。具体的なエピソードとしては、道長が娘、藤原の秋子を一条天皇の、中宮にする際、彼がその調整役を務めたことが挙げられます。道長は、彼の尽力に感謝し、信頼するようになりました。また、行成は、道長が提案する政策を的確にサポートし、実務において欠かせない存在となりました。次に、一条天皇の治世における、行成の役割について考察してみましょう。結論として、行成は一条天皇の信任を得て、治世を支える重要な役割を果たしました。一条天皇は若くして即位し、その政治を支えるためには経験豊富な補佐が必要でした。行成はその期待に応え、的確なアドバイスを提供することで、天皇の信任を得ました。具体例として、一条天皇が寵愛していた、貞子を中宮に復帰させるため、行成は、
天皇に働きかけて説得しました。天皇はこれを受け入れ、正徳元年995年に貞子は中宮の地位を代理に戻されました。つまり行成は道長の実権掌握後に権力の中枢に近づき、その立場を利用して一条天皇に貞子の中宮復帰を求めたのです。貞子を寵愛する天皇はこれに従い、貞子は名目上の中宮の地位を取り戻すことができました。ただし貞子の実質的な地位は低く、代理の端に居場所を与えられるなど扱いはひどかったようです。名目上の中宮復帰にとどまり、完全な地位の回復には至らなかったと言えます。 3. 書道家としての名声。藤原行成の生涯を語る上で外せないのが彼の書道家としての側面です。彼は平安時代の書道界でその名を轟かせました。彼は三席の一人として、その書の美しさと技術で広く知られています。三席とは平安時代中期に活躍した小野道風、藤原助政、藤原行成の三人の能書家を指します。彼らは和洋書の大成者として知られ、日本独自の書風を確立しました。道風は野席、助政は左席、行成は言席とも呼ばれました。行成が書道家として評価された理由は、その卓越した技術と独自の美学にあります。彼の書は単に美しいだけでなく、読む者の心に響くものがありました。特に彼の書く文字には力強さと同時に繊細さがあり、そのバランスが絶妙だったのです。また行成は和洋書道の確立に大きく貢献しました。和洋書道とは日本独自の書風を指し、それまでの中国風の書道とは一線を画すものです。行成の代表作の一つに白紙史観があります。これは唐の詩人白居易の詩を集めた巻物で、彼の書の技術を存分に発揮した作品です。この白紙史観は彼が筆をやや傾ける側筆という技法を用いて書かれており、その美しさは現代に至るまで多くの人々を魅了しています。実際にこの作品は国宝に指定されており、その価値の高さが伺えます。また言記は平安時代中期に行成が記した日記であり、正式名称は権大納言記です。この名称は彼が権大納言という高位の官職に就任したことに由来します。権大納言は当時の最高位の官職の一つであり、この地位に就いたことで彼の日記は言記と呼ばれるようになりました。言記には省略2年991年から寛弘8年1011年までの記録が残されており、藤原道長の全盛期における宮廷の様子や政務運営の実態が詳しく記されています。このため言記は非常に貴重な資料となっています。言記の中で特に印象的なエピソードは小野道風との夢の出来事です。記述によると、行成は夢の中で小野道風に出会い、処方を授けようと言われ雑談をしたと記されています。小野道風は平安時代の著名な能書家で、彼と共に三席の一人に数えられる人物でした。しかし実際には両者の生存年代が重ならず、一度も直接会うことはありませんでした。このエピソードから彼が小野道風を強く憧れていたことが伺え、夢の中で力から処方を学ぶ願望の現れだと考えられています。同じ能書家として尊敬する小野道風に会えたことを、彼は喜びと感激を持って言記に記したとされています。彼の書風は世尊時流として後世に伝えられ、多くの書道家がそのスタイルを学び受け継いでいます。行成の技法は単に美しいだけでなく、書く者の心を映し出すものとして尊重されてきました。4. 清少納言との関係。清少納言と藤原の行成の関係は多くの歴史書や文学作品で語られてきました。特に枕草子には行成の姿が頻繁に登場し、彼の性格や人間関係を垣間見ることができます。清少納言と彼のやりとりは時には友好的であり、時には皮肉たっぷりのものでもありました。清少納言は中宮貞子に仕え、行成は一条天皇のクロードの塔として仕えていました。二人が頻繁に顔を合わせる機会があったのは、その職務上の関係性によるものです。彼は道長の側近としても知られており、その多忙な日々の中で清少納言と交わる機会を得ていたのです。具体的な例として枕草子の中に記されたエピソードがあります。彼と清少納言は
親しい間柄で夜遅くまで話し込むことがよくありました。ある夜、彼は物入りを理由に急に帰らざるを得なくなり、翌日雪なりから一晩中話していたかったのに鳥の声にせかされてしまったという内容の手紙が清少納言に送られました。物意味とは、神事や重要な行事に際して一定期間飲食や原稿を慎み、人身の汚れを避けることです。具体的には、肉食や強い香りの食べ物を控え、他人と火を共有しない、外出を控えるなどの作法があります。清少納言はその手紙に対し、その鶏は函谷関の鳥かと返事を書きました。これは中国の古事にある関所の逸話を引用し、彼の言い訳は嘘だと皮肉っています。彼はさらに、私たちの間にあるのは函谷関ではなく大阪の関だと返事を書きました。大阪の関とは男女が会うという意味の掛け言葉で、彼は清少納言に会いたいという気持ちを込めていたのです。このようなやり取りから、雪成と清少納言の親密な関係がうかがえます。彼は清少納言を慕っていたものの、宮中の規則を理由に会えなくなることもあり、そのような時に手紙を通じて気持ちを伝え合っていたようです。このように清少納言と雪成の関係は時に親密であり、時に皮肉を交えたものでした。枕草子における彼らのやりとりは、当時の貴族社会の複雑な人間関係を象徴しています。5. 道長と雪成の不思議な運命の糸。満寿2年1027年11月28日に、道長は虎の国、雪成は伊の国と同じ日に亡くなっています。この偶然の一致は当時から不思議がられ、両者の間に運命的な糸が結ばれていたとみなされました。雪成は道長の側近として重用され、道長の夢を見ることができる夢見の能力を持っていたと言われています。道長は雪成の夢占いを信頼し、重要な決断の際に参考にしていたようです。一方で、彼は優れた書家でもあり、一条天皇から直接書を求められるほどでした。道長は雪成に和歌集を全て自筆で書き直してもらうほど、その書に価値を置いていました。このように道長と雪成の間には運命的な関係があり、道長は雪成の才能を高く評価していたと考えられています。両者が同じ日に亡くなったことは、その深い絆を物語る象徴的な出来事だったと言えるでしょう。彼の生涯と業績を通じて、平安時代に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントや高評価、好きな歴史のエピソードなどを教えてくださると嬉しいです。ありがとうございました。